飛行場みたいよ。だって飛行機入ってるやつ。ここがライメック飛行場のようです。格納庫がいくつもあります。思ったほど向かってはいないですね。アルバトロスとかいろいろ。どこが事務所かな。あ、いっぱい置いてあるわ。どこ？クラシックカーもある。ブレリオがあったね。これから格納庫の中を見せてもらいます。今向かっているところは第一次大戦前の機体の格納庫で、こちらが第一次大戦中、こちらが第一次大戦後、それとこちらの建物がエブリット・オブ・エブリシングということは、いろいろあるということです。それでは第一次大戦前の機体の格納庫に入ります。これだから、この機体はニューポートの 2N 型だそうです。骨組みだけで。非常に貴重な。これはブリレオです。3気筒。千野さんに言わせると斎藤のエンジンだそうです。これあれだよ、注文じゃない、これ注文せずに。上にあるのがトーマス・プッシャー。あ、ほら、こちらですね。ちょっと大きすぎて機体入りきらないですけど。これそうじゃん。これがそうですね。相当古い機体です。これはショート S29 型、1900年から10年頃までの機体のターンバックルのあたりのあれです。残念ながら格納庫の中にびっしり詰まっているために前景を映すことが非常に難しいです。胴体部分、コックピットに当たる部分ですね。ここに描いてあるのはモラン・ソロニエで、フランスの機体です。マークは中央がブルー、それからホワイトで、外側がレッドです。これの実機がここにあります。ただ大きすぎて全部は入りませんが、この機体のマーキングは、外からレッド、ブルー、ホワイト、機体はフランス製ですが、マーキングは当時のロシアのマークだそうです。当時のロシアのマークは外からレッド、ブルー、ホワイト、当時のアメリカのマークも同じカラーリングだそうですが、丸が白のホワイトのサイズが小さいそうです。アメリカのマーキング、赤が外、レッド、ブルー、ホワイトですが、ブルーおよびホワイトが小さくなっています。こちらに描いてあるのがイギリスの複用機が、
フォッカー E3 を追いかけているところですが、イギリスのマークは外側からブルー、ホワイト、レッド、これが正しいそうです。こちらの機体、骨組みだけですが、ソッピース、ドルフィン、3年ほど前に飛行中エンジンが停止して、木の上に不時着したそうです。その時に壊れたのを復元再生して、これから外を張り替えてエンジンを取り付けるそうです。当時の事故でパイロットは無事だったそうです。これはアルバトルス DBA の複製品ですそうです。実際に実機を見るのはこれが初めてです。これはアルバトロスの車輪の部分です。こちらの機体はトーマス・モース S4B、 アメリカ製の機体です。エンジンは80馬力のルロン、ロータリーエンジンです。Is this original? Yeah. Oh. And I think it's the only one of its type around today. Oh, I see. There's a few S4Cs around, but this is the only S4B. Oh. It just has minor differences from the S4C, but it's the only one like it. この機体はトーマス・モースの S4B 型としては現存するただ1台の機体だそうです。S4C というタイプはまだ他にもあるそうです。This one has a Luron rotary engine. Yes. So that means all the exhaust coming out from those bottom hole. Well, the whole engine spins. Turn. Yes. I don't know where the exhaust comes out. Got me on that one. I don't know. I know it's very messy though. Like the whole bottom is coated yes. with castor oil. Yeah. Luron. So I guess whatever comes out at the bottom. Yeah.Same like two cycle engine with ours. この機体はロータリーエンジンのため排気は下側に全部出てオイルもかなり飛び散そうです。これはホッカーのトライプレーンで、このミュージアムでは一番ポピュラーな機体だそうです。1960年に製造されてから毎年飛行しているそうです。これもルローンのロータリーです。Is this also rotary engine? Yes. Yeah. これはホッカートライプレーンの主翼の支柱です。ピッケインメイルウィング。これは郵便用の機体です。
この建物は第一次大戦後の機体が収納されています。エンジンは吸気筒むき出しですね。差し詰めサイデルの吸気筒あたりがいいかもしれません。複座で機体色は黄色の羽に黒の胴体、これがピッケインの内部です。背もたれはアルミの板だけですね。出てます。これは初期のモノクーペだそうです。クエイ翼でクラークアイ、翼端は上へ切り上げた感じです。今のホーンビルト機のような感じです。5気筒のエンジンですね。その下にあるのがモノクーペの90、これも5気筒ですね。さっきの初期型のモノクーペは113、タイプ113、1929年製造、エンジンはわずか60馬力。この辺にも、エンジンが無造作に転がってます。ヒース・ヘンダーソン1925年となってます。非常に小型のエンジンです。こちらはリンクトレーナー、アメリカ製、1935年から45年、エンジン 110V AC となっています。これがディクソンのプライマリーグライダー、SG38 のような形をしています。こちらはハードモデル1931、エンジンはキナーの B5。モラン・ソルニエ130、フランス製、1927年、エンジンがサームソンの230馬力、吸気筒ですね。後退角のついた羽です。この機体は主翼の後ろ側にメーターがついてます。
ソロはイヤーシートオンリーとなってますね。硬そうなシートです。この機体はあまりにスピードも速いために、オールドラインベックでは2、3回しか飛行してないそうです。その理由は滑走路が波打っているために、また狭いために非常に着陸が困難ということです。この他にここにはもう一機モランソルニエがあるそうです。この機体は和光のモデル10ですね。ラジエーターが主翼の下にあります。かなり頑丈な脚。1927年から30年に作られています。最高速が97マイル、約150キロです。これは名前が分かりませんが、ホーンビュート機のような機体で、ソリがついています。同じような機体が天井にもぶら下がってます。米軍のマーク付きです。非常に可愛い機体です。こちらはスパルタン C3 1929年製、5気筒のエンジンを積んだ機体です。先ほどのUS メールの機体と似たような機体デザインですね。こちらはスパッドの13号、オリジナル機だそうです。残念ながらこの機体はこの後デイトンの空軍博物館の方に、移送されるそうです。ここではもう見納めということになります。これも古い機体ですが、名前はちょっと分かりません。左側にいるのが、トムさん。新しいビルディングでこれから整備するそうで、いろんな機体がもうすでに入っています。これはフォッカーの E5 ですね。コックピットはキレがかぶしてあります。これはなんていうのか全く私には分かりません。タコのような機体です。これが水平垂直尾翼、箱になってます。その向こうにあるのはもう新しい機体です。これは何か分からないけどガル翼の機体ですね。これはもしかしたらモラン・ソルニエ、ここにある3機のうちの1機かもしれません。
前の方にもあります。非常にシンプルなケーキパネル。機種が前についてます。エルロンは下から直接胴体からエルロンに行ってますね。珍しい構造です。これはグレリオの一種のような感じです。よくわかりません。非常に綺麗に仕上がってます。こちらがさっきのモラン・スルニエの前から見たところですね。その後ろにあるのは何かな。ちょっと機種名が不明ですが、ノーズはとんがって、5機と、後ろの方は変わった垂直とラダーです。これはニューポートの11でしょうか。これも綺麗に仕上がってます。ロータリーエンジンが搭載されてかなり綺麗な機体です。機体番号が1334となってます。これはなんていう機体でしょう。かなり古い年代の機体のようです。コックピットが引き出しで、前に燃料タンクがついて、多分ここに座るんでしょう。非常にリアルです。あそこに傾斜計でしょうか。これはオールラインデックという、ここで飛行している機体の飛行状況の撮影したものです、夏はこうやって土日にエアショーが開かれて大勢の観客が来るようです。こちらは、ラインベックで飛行中の機体です。こちらはホッカーの D7。 こちらはドライプレーンですね。暖かい時期に来て、飛んでるところを見たいものです。スパッズ13の前に立って、こちらを見ているのが、トム・ポロペックさんで、今日は特別に、ロングアイランドからお見えになってたんですけども、我々をこの中を案内してくれました。トップガンの優勝者であり、今年も今月末にトップガンが開催されるんで、フロリダまで25時間かけて期待を持って行かれるそうです。どうもありがとうございました。 Thank you very much。 今格納庫から出て、これからオフィスの中に入ります。これがオフィス。
ここに置いてあるのはカーティス・ジェンニー。このジェニーは毎年毎年実際に飛行しているそうです。よく持つものだと思います。これがエルロンホーンです。これはスタンプ。模型でもキットで出ています。この機体はカーティス・ライト・ジュニアという機体で、プッシャーです。これはフォッカーの D7 ですね。ちょっと逆光になりましたけど、かなり綺麗な状態です。ここが飛行場の前景です。ここからずっと芝生の滑走路が続いてますが、観客席は前方左側の方になります。飛行機はこの滑走路を離着陸して低空飛行で、爆弾を落としたりそういったことをするそうです。こちらにあるのはパイパーカブの J3 と、もう一機向こう側にあります。あとあちらにはアブロの 504K ですか、分解しておいてあります。これは先ほどのフォッカー D7 前から見たところです。シーズンオフのためカバーはかぶしてあります。6月から10月の間は、実際に飛行することになります。ここに逆立ちをしているような飛行機を置いてあります。これはエアロンカの C3。塗り色が右半分が黒で左半分が黄色になってますが、なんか冗談でこれは2人の人が所有していて共有物のために、1人が黒が好きで1人が黄色が好きなために、黒と黄色に塗り分けたということです。多分冗談です。こちらにあるのは先ほどパイパー J3 かと思います。これ J2 だそうです。パイパー J2 で、リアウィンドの形が若干違うのとエンジンも違うエンジンで、特に、垂直尾翼とラダーの形状が違ってます。これはパイパー J2 だそうです。この池はこのオールドラインデックの中にある池で、水鳥が羽を休めています。ここにある J3 は、どなたかの個人所有のものだそうで、この飛行場施設を使っているそうです。